あの運動会をしたんですよ。そう、このスペシャル用の企画のもう一個で、若者たちの心を虜にし絶大なる人気を誇るビジュアル系バンド、音楽性はもとよりそれぞれ思い思いの衣装やメイクは浮世離れした美しさと怪しさを醸し出し、その姿は人々の視線を捉えてやみません。今やそんなビジュアル系バンド抜きでは日本のミュージックシーンは語れないほどになっているんだ。そこでこの度パパパパパフィーでは日本全国のビジュアル系バンドを一堂に集め、こんな一大イベントを開催しちゃいました。ビジュアル系だらけの大運動会。大会に先立ってアミちゃんユミちゃんの両キャプテンが出場候補80組のビジュアル系バンドの中からそれぞれお気に入りの10組を選びました。そして大会当日、この日はあいにくの空模様。しかし雨にも負けず元気に行進。選手たちは競技中もライブそのままのメイク衣装で頑張っちゃいます。どんなドラマが生まれるのかな。さあ、ということで選手の皆さん勢ぞろいしましたけれども、どうですかキャプテン。問題点が一つあって、何でしょう。皆さんの髪型ね、はい、雨でしょ、はい、そう、問題点ですね。始まりと終わりをよくチェックしていただいたら、はいはい、せっかく立てた髪が使用できる、はいはい、すごい申し訳ない気持ちです。はい、さあ対しますはアミちゃんチーム、注目の人とかいます？いや、もうこれからどんどんメキメキと出てきますよ、うん、皆さん注目で、うん、誰からも目を離しちゃいけない、いけないでと、うん、目を離すなと、うん、この。そして今回選手のリポーターとしてロッキンママ庄司恵子さん、さらに大会委員長として今やビジュアル系バンドのトップをひた走るルナシーよりドラマーの新谷さんにお越しいただきました。おはようございます。なんと今回ですね、優勝チームの中からですね、最も頑張った、一組のバンドにはですね MVP 賞といたしまして、自分たちの曲がなんとですねパパパパフィーのエンディングテーマになるぞ。もう皆さん本当ね、あの心ない拍手ありがとうございます。見てください、向こうなんか面つけてる人いるんですよ。前見えないじゃないですか。見てください。お面いいですけど、コロナ時に前の人を刺さないように気をつけてくださいね。ね、バンドの応援席の方でちょっとインタビューします。ぐるぐる映画館は誰が出てんの？ドラムの松島くんが出てますね。松島くん大丈夫？おー。それではいよいよ第1回目の競技、ムカデ競争、よーい。さあ今第一バトル、ムカデ競争がスタートしました。解説は大会委員長ルナシーの新谷先生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。新谷先生、はいはい、何か異様なことが聞こえましたか？面白い。もう見ているだけで面白い。何かやってくれそうな面々が集まっていますけれども、ポイントとしてはどのあたりに大会委員長としては目を向けてらっしゃいますか？やっぱりこれはですね、はい、バンドさんと一緒ですか、みんなの協力のもとに、なるほど、早く走れるというもんでございますから、やはりバンドって息が合ってなければいけないってあるでしょうか、ね、そういうことですよ。なるほどね、さあ折り返し点にかかったのは弓チームだ。さあうまい具合に弓チームが先頭の人に折り返しを終えました。さあ残りの半分にかかります。アミチームもちょっとこのカーブのところでつまずいてるような感じがありますが、そうですね、やっぱりこれ難しいんですよ。さあもうすぐ弓チームがゴールが目の前になってきました。残りあとわずか、一番最後の選手がゴールラインを越えた時点でこの競技は終わります。もう少しで終わります。弓チームが勝利を収めました。ムカデ競争は弓チームの勝利です。素晴らしいチームワークだったんじゃないですか、はい、もう完璧ですよ弓チームは、ね、あなたたちは1212とかないんですか？だってね1212いてて聞こえて、それは絶対角が刺さってるんですよ前の人。はい、この後パフィーさんもマシマシに、さらに白熱ビジュアル系だらけの運動会セカンドバトル決まって、皆さん次は頑張りましょうね。はい、ほら結構いけてる。さっきあそこでちょっと次はお前取り返さないとまずいよ、そうそう、ね、挽回しようぜとか言ってたんで、さあいいですね、大丈夫、はい、頑張りましょうね。
きます。第2回戦来ませんよ。さあ大人バトルの騎馬戦が今スタートしました。慎也さん、はい、この騎馬戦何か思い出みたいなのはありますか？いや、ないんですけど、嫌な絵ですねこれ。もう何の表現していいのか分からない、すごいになったんですよね。ここね、嫌なカフェトロ。ここまでのパパパパパフィーはトヨタ自動車とドラルのスポンサーがお送りしました。今これホイッスルです。ユミチーム全部ちゃん全員いますよ。あれユミちゃんチームこれ全勝。はい、あこれは意外な結果になってますよ。またしてもユミちゃんチームの勝ち。選手の皆さんはですね、その格好で病院に担ぎ込まれないように、あのほどほどに頑張ってくださいね。いきます。 1500m よーい。第3競技 1500m。 すごいペースが速くて、すごい速くて、これは予想外のペースでみんなが飛ばしています。はい、意外ですね。3周目に入り前半のハイペースがたたってオーバードースの竹村くん浮き切れ、トップがブランドニューマインドのサトシくんに、そしてあっという間に独走態勢。さあラスト1周だよ。ラスト、ラスト、すごい速いんです。こちらトップ、トップ、トップです。こちらを通るときに、はいはい、今ボールが笑顔を振りまいていますね。本当そうですよ。トップの出来ですよ。まさか、なんか来ました。さあ 1500m 走、顔色一つ変えずに今ジャンプをしながらゴールイン。よかった。今バンドのメンバーもこの 1500m 走り抜いたサトシ君の元に集まりました。ラストスポット、カナリア2位、バスケット部、いやいや、バスケット部、やはりこの脚力というんでしょうか、強いよ、6秒2着だという。ちょっとゴール見てみましょう。1位のブランニューマインド、サトシさんです。はい、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。またもや弓チームです。なんかすごいことが修羅場になってます、後ろが。クリームどうしよう。というわけでこの 1500m 走3位にヤミちゃんチームが入ったものの、1位2位ユミちゃんチームが独占。続いて走り高跳び、アミチーム逆転の足がかりを作れるのか。両チーム10人ずつの選手による予選会が行われ、見事決勝進出を果たしたのはご覧の3人。アミちゃんチームはエディの高政くんのみ。一矢報いることはできるのかな。バーの高さは130センチからのスタートだ。富丸くんは弓道部、そして茶道部も入ってるということで、はいはい、そうですね、茶道部です、ね、はい、意気込みをどうぞ。綺麗こそが全て。 OK、 富丸くんもうちょっと拾ってあげましょうよ、庄司さん。入って来た来た来た。おー、すごい、すごい、すごい華麗だった。はい、レディーの高政くんです。いや、高く飛びましょう。そうですね、はい、上り竜のごとく。はい。そう、すごい雨が降って、そう、うん、おお、結構耐えるんだな、ベリーオーブで。素晴らしい、すごいですよ、うん、ね。吉野くん、もう任せます。頑張れ、頑張ります。はい、とりあえず。おお、おお、すごくないか、背面飛び抜きました、すごいです。全員1回目クリアで、バーの高さはなんと140センチに。ところがここでぐるぐる映画館とレディが相次いでミス。グランドニューマインドが失敗すればサドンデスに突入しちゃいます。これすごいよ、でも大きいしさ、頑張れ、飛びそうだよ。ほら、さすがヤミチーム。グランドニューマインド
インだが、1500m 走に続く大活躍で、ユミさんチームは優勝へ大きく前進。いい笑顔だ。そして競技はいよいよラスト、障害物リレー。障害物競争、勝ったチームには、勝ったチームには1000点差し上げます。今まで皆さんが一生懸命頑張ってきたのは何なんですか？でかい。盛り上がってる。お前ら気合い入れていくぜ。ダメよユミちゃん。障害物リレーがスタートしました。勝ったチームには1000点が入ります。やっとここまで来ましたけれども。そうですね、今まで何だったんだって話がありますでもこれですね、皆さん下が滑るらしいから運動靴とですねあのメイクのバランスが私のユーチューブがこのレイがいい感じで飛ばしています。いいんじゃないですかね、なかなか。うまい具合にパンを取っていきましたね。溶けちゃうの？そして第一走者、こちら網チームの方は水のアコンジ少し開いてます。そして第二走者にタスキが渡りました。これ生地になるんですか？怖そうですね。怖そうですね。ちょっといいですよ、これ落としてしまって判断。いやすごい。さあしかし、ちょっと危ないよ。今のは狙ったんですよね。さあここで日本チームが同じようになりましたが、飴玉は弓チームの方が先に取りました。すごいよ。さあぐるぐる映画館、ぐるぐる映画館第2走者、そして第3走者に今タスキが渡りました。ここで今弓チームがタスキを受け渡しました。この雨でもう衣装重いでしょうけどね。それももの飛ばせることなく飛ばしていきます。そして網チームもタスキを渡しました。笑いすぎだ。さあ走っていく、走っていく。逃げてんのかな。やばいよ。あといい具合に雨玉を取った。雨玉を取った。走るというよりも逃げていく。何かに追いかけられてる。何かに追われるように逃げていきます。クラマ天狗のようだ。さあクラマ天狗が飛ばしていく。真剣勝負に。やったやった、全部やった。雨の表情はどうだ。何ですかこの雨を。弓がひったくるようにして。女の人の人が醜いような争い。これは何だ、どうすんだ。さあ完全競争です。落ちた、落ちちゃった。雨ちゃんが落ちた。ゆみちゃんがここでリードを取ります。さあゆみちゃんが大きくリードを広げました。あもう体がすごい苦しくなってきた。思い出して、いやーすごいです。なかなかいい形でこの平均台をクリアしていきました。ゆみちゃんが飛ばしていきます。水しぶきを上げながら飴玉にかかっていく。さあこの飴玉見ものだ。行くか、どうする、根性を見せるか。根性ないの先生。さあ見てこい、見つからない。あみちゃんが追いついてきた。どうですか、勝ちましたよ。頑張りました。はい、もういいにしてあげます。もう帰っていいですか。はい。優勝した、はい、海チーム、はい、キャプテンの頑張り、
はい、っていうかこれで負けてたら全然怒りますよね。だってみんなね本当に初めてやめようかと思ったんですね。亜美ちゃんが後ろから追いかけてきてみんな怒るかなと思って、うん、走ったんです、うん、きっとねこの人たち怒ったら怖いですよでしょ、ね、はい、こんなんですけど怒ったら怖いです絶対はい、だから頑張りましたよ。はい、亜美チーム惨敗と言ってもよろしいですか。ギリギリですよ。ギリギリですか。やっぱり袴で選んだのと間違いです。クリムゾンシャーだと。いや、そんなことないですよ。これ覚えましたもんね。栄えある MVP 賞に輝いたのは、1500m 走と走り高跳びで1位を取ったブランドニューマインド。なお、持ち歌が次回のパパパパパフィーのエンディングテーマになることが決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー。盛り上がった。